戸田市の中学校で起きた教員への切りつけ事件を受けて、市は市内すべての小中学校の玄関をオートロックにする経費などを盛り込んだ補正予算案を、今日開会した9月定例市議会に提出しました。今年3月、18歳の元少年が戸田市立三笹中学校に侵入し、当時60歳の男性教員を刃物で複数回切りつけ、大けがをさせました。 元少年は殺人未遂の疑いで逮捕・送検され、その後、少年院に送られています。事件を受けて、市は2学期が始まった今月25日までに、すべての小中学校に警備員を配置しています。今回の補正予算案には、すべての小中学校の玄関をオートロックにする経費と、学校の周囲にフェンスを設置するのにかかる費用、 およそ995万円が盛り込まれています。補正予算案は一般質問や委員会審査を経て来月26日に採決されます。物理的に侵入をさせない状況ができますので、やはりあの児童生徒そして保護者の皆さんもですね、あの安心感が高まるというふうに思っております。 事件があった三笹中学校では、すでに玄関がオートロック化されています。職員室などに設置されたモニターで、来校者を確認してから鍵を開ける仕組みで、他の小中学校でも同じシステムが導入される予定です。他の業者が本校、えー、にもたくさん来られますので、その時にあの必ずインターホンを、えー、押してあの身分を、えー、しっかりと確認した上で、 解除できるのであの前に比べて安心感が増したというのが第一の印象です一方フェンスの設置はこれからですフェンスは高さ2メートル程度を想定していて10月までに完成する予定ですまた他の小中学校でも来年度中の設置を目指しています